はい、こんにちは、高野です。今回はお湯やミルクをかけるだけで本格的なコーヒーやカフェラテが自宅で楽しめるエスプレッソキューブのご紹介です。これですね、いろんなメディアで紹介されているので、もうすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、今回ですね、初回限定お試しキャンペーン中ということで、僕も試してみました。普段からですね、自宅でコーヒーを焙煎してドリップしたり、アメリカンプレスにしたりして楽しんでまして、ついこの間にはですね、デロギのエスプレッソマシンも買っちゃったので、自宅でエスプレッソも飲めるようになりました。まあ、ただですね、これいろいろこうやってるとやっぱ手間がかかっちゃうので、まあ、忙しい時とか、あと疲れてる時とかにはですね、まあ、後片付けとかもあるので、ちょっと面倒に感じることがあるんですよね。まあ、結論から言うと、そんな時にこのエスプレッソキューブなら、プロが入れた本格的なエスプレッソを簡単に、しかも後片付けもしなくていいので、すごくいいなと思いました。このエスプレッソキューブは、東京の吉祥寺にある、自家焙煎コーヒーショップのライトアップコーヒーさんが販売している商品です。豆はですね、各農園ごとの個性豊かなシングルオリジンのものが使われてまして、今回お試し価格で4個入りで1480円、1個あたり370円でした。これですね、通常価格だと12個入りで3500円で1個あたり約290円、30個入りだと6900円で1個約230円で楽しめるので、お試しで買ってみてまた飲みたいと思ったらですね、12個入りや30個入りを買うとコスパは高くなります。Thank you.
今回は飲み方をメインで紹介したのでコーヒー豆ごとの感想は省いたんですが、やっぱりいい豆を使ってあるので味は抜群でした。凍らせてあるので味や香りの劣化もほとんど感じません。普段は1キロ1500円ぐらいの豆を買ってるんですが、エスプレッソキューブには 150g で1500円ぐらいの豆が使ってあるので、ちょっとレベルが違いすぎました。味はもちろんいいですし、飲むまでが簡単、さらに後片付けもいらないので、すごくお手軽なのがいいですね。ライトアップコーヒーのホームページでは、通常販売の他にちょっとお得な定期便での販売もされてます。気になる方はホームページをチェックしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでも役に立ったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。